デキストーリーデキストーリー入ってんの？デキストーリー嬉しい嬉しいMV よろしくお願いします。キリキリちょもちょもクールちょもちょも今日はいい日だね。キッズもう声かけないでくれ、くるぶしです。ティリリ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 セクシーやティリリリリリティリリリリチリリリリリリ抱きしめちょるんですよ。OK。 ずいぶん前にやろうって言ってたネタですよ。セックスせいや。あんま寝てないんですよ。もうダメ。今日はですね、YouTube やろうってなってさ、こう面白いことやろうって思ったら、まず思いつくであろうあの商品、Xbox ですか。あんなの思いつかないだろ。狂ってんのかお前。ごめんね。島村よ。ごめんね。僕らもクルチョムチャンネル始めた時にやってみようかってなったんだけど、あの商品のデラックス版を見つけてきました。Xbox のデラックス版。お前ら狂ってんのか。ごめんね。8L。8L。マツコデラックスさんもね。いけるっていう。もう X じゃなくなりそうだけど早速そちらをご紹介どうしたの X じゃなくなるがちょっと後から聞いてきたボディーブローなんて後から聞いてきたびっくりしたなんかアマゾンの問いがあるのよろしくお願いします。それがこちらです。プシュッピュッピュッピュッドキドキラッカスネウネウんーどれはい。ねるねるねるねのデラックス版。超でっかいって書いてありますけど、値段もビッグなんですよ、これ。こちらね、500円ちょっとします。5倍です。一覧気が合うね。ねるねるねるねってやったことあります？大好き、大好き。あ、うん。今でもやってる。狂ってますね。美味しいの？ねる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 。ねるはねるほど色が変わって、こうやってつけて、うまいって。懐かしいね。あの CM はね、あの伝説の CM です。地獄のような CM です。そうだよね。それのデラックス版という感じで、はい、トッピングもいろいろついて、ねるねる自体がすごいでかいのかな、わかんないけど、ね、どんなもんなのか、上級者のチョモと30年ぶりぐらいにこれを食べるくるぶしで開けてみたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。じゃあ開けていきましょう、はい、スマホでトッピングルーレットとかもなんかいろいろ楽しめる感じなんですね。酸っぱいパウダー、ハートトッピング、キャンディーチップ、カラフルラムネ、全種類あるってことですね。あ、これが全部なの？そう、ちっこいねるねるねるねも味いろんな種類あって、うん、トッピングがちゃうんですよ。はー、これ全種類ですね。欲張りな、このためのやばいね。超でっかいって書いてあるけどさ、うん、普通の100円のがどのぐらいの量かわかんないで教えてもらって。まあでも、この入れ物5倍かって言われたら、うん、そうではないです。あ、そうなんだ、うん、2倍ぐらい。あ、そう、うん、へー、もっとでかいの想像してたけど、なんのこっちゃないです。あ、2倍ぐらいです。これが5倍ぐらいになるのかな、これね。一応4人用のスプーン。4人ではまあよくあるその1番の粉、それがもうねるねるの元、うん、で2番の粉、はい、まあ、こいつらを水で混ぜるんですよね。はいはい。でまあこいつらがトッピングの4種類ですね、うん、トッピングの4種類を後で入れるとして、はい、まあ、混ぜていきますか。はい。普通のねるねるねるねなら、この箱の端っこを切り取れるようになってて、はい、そこにちょうどそのすり切り水いっぱい入れて混ぜろっていうのがついてるんですけど、これはついてないですね。でも内側のくぼみに入れようって書いてあるよ。あ、そういうことか。ここの二段になってて、うん、ここにすり切りで入れたらちょうど 18cc なんや。そうだ。なるほど。賢いやん。お水をまず入れていこうと思いますね。はいはい。ディ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 、パンパン。ああ、いいね。そこに1番粉がなくなるまで大きいスプーンでよく混ぜましょう。はい。トレーはしっかり押さえてね。うるせえ。ごめんね。寝てないんですよ。ああ、すっげえ。体に悪そう。ごめんね。いやあ、悪いと思うよ。ごめんね。じゃあ混ぜて。はい。ねるねるねるねやな、この感じがもう。はい、混ざりましたね。2を、はい、いってみますか。いいですね。2番の粉を入れてよく混ぜよう。色が変わってすっごく膨らむよって感じ。すっごく膨らむってよ。大丈夫？この部屋。ん？どんぐらい膨らむの？マジで。
そんな。来てる。うん。あ、すっごい。あ、まあでもやっぱ2倍ではないな。やっぱもっとあるわ。あ、本当。うん、膨らむから。ああ。わあ、すっごい来てるね。うん。あ、すっごいわ。うわ。すごいね。うわすごいね。ちなみにチョムちゃん何味が好き？俺パウダー。メロンでパウダー。メロンパウダー？いや、あのね、ネルネ自体がメロン味で、あ、それはパウダーなんですよ。はは、一番オーソドックスなやつかな。へー、うん、これブドウ味ですか？これブドウ味ね、うん、ブドウ味は多分このキャンディートッピングなんですよ。あ、これよう見る。ブドウ味もまあ美味しいねんけど、そのキャンディートッピングが好きじゃないねんな。一番ネルネをよく味わえるのが多分この酸っぱいパウダーなんですよ。へー、ラムネはもう単体でいきたいもん。あ、そう、うん。この俺なんかチョコレートですね。あ、これが俺一番美味しそうだなと思う。じゃあ、はい、完成しました。よし、食っていきますか。はい、この小皿にですね、はい、分けて食っていきます。俺あんま食ったことないんだけどさ、うん、見た目から言うとアイスみたいで冷たそうなイメージなんだけど、全く冷たくない。常温やから。常温、うん、常温か。美味しいですか、これ自体。多分個人差あると思う。美味しいと感じる人と、うん、二度と出会いたくないっていう人と。ああ、そう。クールちゃんちょっとね、 まずこれぐらいにしといた方がいいかもね。ああ、ほんと。これぐらいでも多いかもしれんもんね。チョムはその一人前は余裕で食える、うん、余裕で食える。俺多分これ全部いける。あ、マジで。じゃあそんなにしとこうか。これどうやって食うんですか。これをスプーンで取って、うん、好きなトッピングにちょんちょんってつけてそのままいきます。ああ、なるほど。だから、一応このご時世なんでタレの二度漬けは禁止やで。なるほど、はい、そうと思いますね。じゃあまず俺の好きな、どうやってそのスプーン。ああ、なるほど。じゃあ俺もそれいこうかな。はい、はい、いきましょう。いただきます。いきます。うめえ。あー、なるほどね。人の唾食ってるみたいな。ごめんね。そういうことがないよ、本当に。このままでもいいもん。あ、ほんと。あー、まあ、美味しい、美味しい。うん。あ、チョコがね、一番美味しそうだなと思ったんだけどね。全く。こっちが酸っぱいから。そう、喧嘩してる。なるほどね。あ、これ、このまんまが一番うまいかもな。ラムネとか合うんじゃないですか。食感が嫌やねん。ふわふわの中に硬いものがおるから。あ、うん、独特ね、この食い物。なんだ、でも多分これって、うん、ほんまにそれこそもう俺は子供の時から食い慣れて持てるから美味しいって思っちゃうけど、うん、これ大人になってからいきなり食わされたら、うん、いや多分マジでその人の唾食ってるみたいな。食べました。もういいかなっていうぐらいですね。うん、よう食べたね。うん、まあまあまあ、残さず頑張りました。まあ俺はさ、美味しいし、量多くて嬉しいけど、まあこれをフリークではないクルちゃんに、うん、まあ実際食べてみての感想とかをちょっと言ってもらって、終わりましょうか、これね。そうね。まあ、俺の人生には必要ない。アナルに入れたエネマグラ。いやでも、俺は好きだよ。なくならないでね。めげずに頑張ってください。はい、今日はですね、ドキドキデラックスネルネル、2人で食べてみました。ぜひね、コロナ禍でちょっと難しいかもしれないんですけど、ソーシャル守っていただいて楽しく食べてみてください。本日は、ネルネデラックスネルネルご紹介しました。ありがとうございます。ネルネルさせて。いいな、俺もしたい。
ドキドキデラックスメルネデラックス、もう一回いかしもうちょっと前のがいいか、そうだね、ドキドキデラックスメルメル